久保さん、今回「誠」にしましょうか。誠を調べるとね、えー、言葉や行いにつく作り事がない真実の心、誠。嘘偽りでないこと、本当。飾らない、偽り飾らない状、真心。 作りごとがない、うん、多分まああの動画撮ってますけど編集してないんで作ってないですよね。<laughs> 台本もないし久保さんも台本用意したことないでしょ多分あんまり。まあセミナーの時ねプレゼン資料でスライドショーは作ったりとはするけどもこのこういう動画は台本用意一番最初してました。 最初から久保さんも台本用意してないと思うんですけど、うん、まあ普通はねいろんなカットを撮ったりとか編集して作っていくんですけど作らないっていうね <laughs> そのままそのままただ言うっていうね <laughs> うん多分まあこういう YouTube のスタイルって多分ねほとんどあんまあんまないと思いますねあんまりうんだから逆に言うとこういうのがあんまないから 希んかねまあ僕はその YouTube 結構昔からまあね知ってますけどで出た時から知ってますけどもやっぱりみんなやっぱ編集するんですよねうんだけどあの特にそのなんだここ数年ですか、えー、芸能人が出てきたりとか大御所が出てきたりとかしてまあ編集チームというかね 編集ねテレビっぽくなってきたっていうかねうーんでも YouTube のいいところって個人の発信個人のメディアだと僕は思ってるんでテレビ局のメディアではないと思うんですね YouTube っていうのは僕はね個人が発信する場所だと思うんでまあもちろんそこにね業者もいっぱい今入ってきてるんですけどもうーんなんか素人っぽい方が逆に いいいいんじゃないかなかと思いますねそれはそれで味があるというかだってテレビ番組でこんな見れないじゃないですかテレビつけてもねだからあのー、北海道の番組でね「水曜どうでしょう」っていうねあの伝説の番組ができたんですけどもまあ、その「水曜どうでしょう」が皮切りにそのテレビ局がすごく儲かったらしいんですけど。 で水曜どうでしょうがか多分皮切りにあの俳優さんも有名になったんじゃないかなと思うんですけどあのローカル番組なのに全国放送されるみたいなね <laughs>、まあ、け結構前代未聞だと思うんですねあの水曜どうでしょうであの映像の作り方ってもちろん編集はしてるんだけども編集してないんですよだからそこになんか味があるというかしなんだろうなあのし,し 距離感が近いといとう,うん、作ってるよ作ってるんだけど作られてない感じあのまったり感というかラフな感じというか癖になるっていうね、うん、だから何だろうなうーんわざわざ作らなくても作らなくても素材本来の味例えばそのうん 料理っていろんな加工の仕方があってまあ,あななん何千通りの、まあ、料理の種類ってあるんじゃないですかね、まあ、イタリアン中華中華風とかイタリアン風とか日本風とかもうその国によってもねその味も変わるしだけど多分まあ一番うまいのって例えば魚料理だったら釣ってさばいて塩で食うとかね釣ってさばいて醤油 ててつけて食べるっていうのは多分シンプルでうまいんじゃないですか <laughs> どうすかね <laughs> まあいろんな料理あるけどもなんか究極は釣ってさばいて食うっていう <laughs> これがなんかもうまあ現なんだそのね昔から変わらないというかで昔もみんなやってたと思うんですよね魚釣って切って食,っ食うっていうのは多分昔からある まあ料理ではないし、その,その原始的な行為なんだけども、うーん、なんか、多分一番うまいと思うんですよね。野菜とかも、なんかよくね、なんかテレビ番組で、その野菜の番組で、取れたてをね、かじって、甘いですみたいなね。よくあるんですけどね。ちょ玉ねぎ食べてみろ。玉ねぎそのまま食べるんですかね甘いとかね。白菜そのまま食うとかね。甘いですねみたいなね。 あれは作ってるか分かんないですけどね <laughs>。うん。まあでもあの取れたて食べるのが一番まあ一番ではないかもしれないけどうまいんでそれもそれでうまいじゃないですか料理して調理するのはうまいしうんだいろんな形があっていいし、うん、でも逆に言うとまあこの編集なしのこの話を聞いてまあどう受け取るのかどう感じるのかってことですよね うん、まあ、僕と久保さんがね、稼いでなかったら、こんな流暢にね、億万長者合宿のやり取りできないですよ。<laughs> 流暢にっていうか、もう本数こんだけやってますけど、だって僕なんかね、あの金利とかやってないので、商品売ってかないといけないので、売れてなかったらね、そっち優先ですよ、完全に。まあ、両方やってますけども、売れてなかったらそっち優先ですよ、間違いなく。うん でも優先だけど、時間はあるから、まあ取れるっちゃ取れるんですけどね。うん。まあサラリーマンじゃないですから、僕。まあ早いものでね、鹿児島で独立しても、6年目ですからね。今年の10月で、まるっと6年経って、7年目に突入しますよ。早いっすね、時っつうのは。うん。まあいろいろありましたけど、なんとかやってますね。 ちゃんと稼いで、なんとか順位をやってます。いってらっしゃい。